皆さん、こんにちは。土星だよっていうことでね、あの、私ね、アメリカに3年ぐらい住んではいるんだけども、こっちに来てね、うんってなる言葉がね、まあ、ちょくちょくあるんですよ。あのー、ちょっとあれ、あれみたいな、そんな感じの言葉が多くて、で、それがね、あのー、because black っていうフレーズ。ていうあんまり、あんまりね、あの、私生活で聞かないと思うんだけど、 あの、お店で働いてると、ちょくちょく言われんのよ。レストランで働いてるんだけどね。レストランで働いてて、お店で働いてて、特にあの、キャッシャーの方やってると、ビコ c スブラックって言われんのよ。えと思って。え、この方、何をおっしゃってるんだろうみたいな。よくね、あの、私動画で、まあ、差別、動画とか、 あのまあ、日本の黒人の方が差別を日本で受けるかみたいなことをあの言われてる動画とかもあったんだけど、まあ、その方々は特にないよとか、まあ、そういう方が話してたのね。で、まあんまり関係ないんだけど今の話関係ないんだけどえなんでこの人はわざわざ自分からそういう話をするんだろうって本当に思う。 今そのの話必要なのかななかみたいな、まあ、言うても、あの、聞いたのは3年ぐらい働いてて、まあ、あの5、6回ぐらい <laughs> しか聞か,ない聞かないんだけど、最近ね、ちょくちょく聞くのよ。なんか、たぶあんまり顔が、顔がね、笑わないで仕事してるから、笑わないで仕事してるな、なんだ て <laughs> 仕事はしてるんだけど、あのー、ちょっとキャッシャーだって忙しくて、すんごい真面目な顔してやってるから、多分言われるのかもしれないんだけど、あのー、うちね、2-go っていう、あの、テイクアウト、お持ち帰りができるようになってるのよ。なんかあの、自分で選んで、えー、まあ、重さで、まあ、この値段ですよっていう感じでね、決まるのよ。まあ、値段決めで買ってくれる感じなんだけども、前ね、あのー、 お客さんがその2号を持ってきて、で、まあ普通にね、まあこの、まあいろいろ分かれてるから値段がね、このいっぱい入ってたらこれだよこれだよみたいな感じで分かれてるから、で、そのお客さん普通のまあお肉だけ <laughs> だったので、ね、お肉だけどちょっと高いんだけど、で、ちょっと高くて、で、まあそのお肉だけの計算をして、この金額ですよっていう話をしたの。で、 え、なんかちょっと高くないとか言われて。いや、高くないですよっていう。<laughs> じゃあさ、計算してるだけだからね。あのー、普通ですっていう感じだったんだけど、その時もね、because black? って言われて、あのー、<laughs> やめてくれると思って。<laughs> もうね、難しくはないと思う。だって普通に対応してんだよ。普通にお客さんとして、あのー、 対応してるわけよ。で、白人だからって安くしてるわけでもないし、アジア人だからって安くしてるわけでもないし、メキシコ人だから安くしてるわけでもないし、だから、あの、高くしてるわけでもない。みんなね、あの、フラットに対応してるのね、私。お金だから。お金は大事だからね、お金は大事だから、フラットに対応してるんだけど、この人が来たから荒野しようっていうのはしてないの。なんかその人来たら、 なんか、言われて、ちょっとショックだよね。いろんな意味で。結構ね、他にもね、ドリンクオーダーとかしてて、あ、このドリンクちょっと今切れてるんですよ、みたいな。結構、まあ、うちのマシンが、まあ、壊れやすいっていうのあるんだけど、よくね、まあ、そのドリンクだけないって時あるのよ。まあ、結構マシンで、こう、みんな繋がってるのが何なのかよくわかんないんだけども、まあ、フルパンチなで、フルパンチ出ない時があって、 ちょっとね今切れてるんですよって言われ、言ったのね。で、それでも言われて、えとって、え何言ってんのもう、ね、もうなんかそれ以上はなんか言いたくない、もう、差別したいとかそういうんじゃなくて、え、なんでっていう動画なので、なんでそんな言葉を使うんだろうっていう。 ただの疑問の動画なので、その点は誤解しないようにしてください。本 <laughs> 当なんかもう最初から何言ってるかよくわかんないんだけども、はい、では今日も見ていただいてありがとうございます。バイバイ。